気分次第でスモークファッて敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなってスケベんだ明日よ明日よもう来ないでよベルト取ってまあそこからまあやっと違う世界というか景色というか、まあ、ある見える景色も変わるとは思うので、うん、ベルトは取りたいなと思ってますね。そうですか、ね。多分格闘技にもそんな本気で向き合ってる選手じゃないんで。だからまあ練習通りにやれば勝てる。印象グラップやる強いぐらいですけど。やる強い選手は最初に組まないといけないですからね。組んで勝負してくれって感じですけど。僕の中で。あれから世界は変わったって本気で思った。でもいつだってきっと見ていた世界は本当に綺麗だった忘れてないさ思い出せるようにしまってるの君がいてもなくても飛べるなんて妄想一人じゃることさえ僕はしないまま愛の風に吐いた幻想壊してくれって願ってもがいたって負けを知らないっていうのは、まあ、怖さを知らないっていうことだと思うんですけど怖さを知らない弱さも絶対あるはずなんでそこの差をちゃんと分からせてあげたいなって思ってありますね。最終の世界で戦う世界で戦えるかなって感じです。なるほど。ありがとうございます。